運の中座空中墳墓。ぽっかり目が覚めたガチャリガチャリゴーン四十階急行のエレベーターが上ってきたのだった誰か来たな。 まだ半ば夢心地の中にそう感じた「職業意識の浅さましさよ」かこの四五日というものは夜半から晩にかけてまでも活躍を続けたので体は綿のごとく疲れていたそれなのに思ったほどの熟睡もとれず神経はとがる一方であった今も急行エレベーターで登ってきた人間が 果たして自分のところへ来るのだかまたは他へ行くのだか分かりもしないのに寝台の上で息を殺して待っている自分がおかしかった途端に体に感じる感電刺激執事の矢口が呼んでいるのだったさてはいよいよお待ちかねのお客様であるか寝床をひらりと飛び降りると すぐ左手の衣装室へ突進した。2分間、私はモーニングに身を固め、悠然と出てきた。左手を腰の上に背を丸く曲げると、右手で入口のドアの鍵をかたりとねじって、おーライ、矢口と、しゃがれた声を張り上げた。ドアがすいと開いて、 矢口が今朝の新聞と盆の上に一応の名刺を載せて入ってきた私は取る手も遅しとその名刺をつまみ上げたおお相良重吉お一人だろうなイエスさあではこちらへご案内申し上げるんだ矢口の案内で 入口に重吉の姿が現れた。見るからにひどい痩せ型の額の広いのが特に目につく紳士であるその額には切り込んだような深いしわが幾本も幾本も平行に走っていて頭髪は私と同じように真っ白であったそれでいて眼光や小姉から想像すると まだ50になったかならないかくらいらしい。栗と探偵でいらっしゃいましょうか？栗と年安はわしです。さどうか？それ？先生で。あとは口の中で消してごくりと唾を飲んだ。泣き出さんばかりの劇場がかろうじてせき止められていることが。 彼の痙攣する唇から読み取れた。昨日もご来訪をくださったそうですが、あいにくで失礼をいたしました。では、ご要件というものを受けたまりましょうか。私は頬ひげを軽くつまみ上げながら、早速話を切り出したのであった。私は先生がご依頼した事件につき非常に迅速に。 しかも結論を簡単明瞭に探し出してくださるという評判を受けたまわって大いに喜んでまいったような次第なのですがそれでお知りになりたい点というのははいそれはその今から20年前のことになりますが先生もよくご記憶かと存じますが東京を出発して 無着陸世界一周飛行の途に登ったまま行方不明となった松風号の最後を知りたいのです何松風号の最後？と私は相良重吉の前に驚きの目を見張ってみせたあれは東京からコースを西にとり確かインドシナ辺りまでは飛んでいるのを見かけたものがあるが。 それっっきり消息を絶ってしまった、というのでしたね。各新聞社の決起を先頭として続々、王子掛けの捜査隊が派遣せられおよそ1年半近くも蒙古、新疆、チベット、インドをはじめ北極の方まで探し回ったが皆目、消息が知れなかったというのでしたね海中に墜落しているのじゃないかと。 紫外線写真機でありとあらゆる洋上で撮影をやってみたのだがやはりダメだったというのでしたねおお先生はよく覚えていてくださいました実は私もあの事件に関係がある人間なので捜査に奔走しましたがそうでしたね相良さんは松風号の設計家の一人だったのですないや これまでご存知でごしたか。それで私はどんなにか手を尽くして探したことでしょう。私自身も探検隊を組織してインドの国境からゴビの砂漠へかけて探しに行きました。結果はなんら得るところなしでした。まったく行方がわからない。これほど探して知れないものなら、 松風号は空中爆発でもして一段の火炎となって飛散したのじゃないかと随分無理なことまで思い巡らしてみたものでしたなるほどところが最近新しい発見にぶつかりましたというのはあの松風号に乗って出発した2人のうち1人の方が ここで相楽重吉は何を思い出したのか、ブルブルと体を打ち震わせ、じっとあたりに気を配るようであったが、一人の方が現にこの東京に帰ってきているのをこの私が見たのです。そう言い終わると、相楽重吉はわなわな震える手を上げて頭髪を掻きむしった。それは人違いではないのですか。 いいえ、なんで人違いなもんでもすか。たとえそれが彼の幽霊であったとしてもそれは人違いではないのです相良重吉はもはや冷静を装いきれないというふうに息を弾ませて早口に語りだしたそれによると彼は今も越中島の航空機製作会社に勤めているが今では技士長の職にある それは今から7日ほど前のことだったその日は重役との相談が長引いたので会社の門を出た時はもう薄暗かった彼の家は月島にあったのでいつも越中島の寂しい細道を通り抜けていくのであったそこは越中島埋め立ての失敗から途中に航空研究所と商船学校のあるほかは人家とてもなく 辺り一面気味の悪い沼地になっていて人の背丈ほどもあるガマが生い茂っていた沼地に沿って反動も来た時だった突如右側の沼地の中から全身に滴を垂らした真っ黒な人間がカエルのように這い出してきたのである相良は顔色を変えて後ろに飛び刺さったのを知ってか知らでかこの気味の悪い人間は 細道の中央に突き立ち上がりふらふらとよろめいたと思うと今まで下げていた顔をパッと相良の方へ向け直したのであったああその顔は狭い額厚い唇そして四角に折れた顎骨それに耳の下からあごにかけて斜めに2寸くらいの傷跡をありありと見た。 おう、松風号に同乗した機関士松井田うもう20年前にどこかで死んでしまったはずの松井田機関士。相良忠吉は目を覆うて大地に崩れ座った彼が再び顔を上げた時には松井田の姿はどこへ行ったものかもう見えなかった あれは幽霊だったのかとも思ったがそこら一面にぐっしょり水に濡れていて沼地から這い上がってきたのを証拠立てていた彼はガマの方がガサガサすれ合うのを聞くと急に怖くなって夢中で駆け出したその日はこれで済んだが翌日はやはりその細道の電柱の陰から松井田が現れた。 今度は意外にも立ち消えはせず彼の方へ向かってのそのそ歩いてくるので彼は懸命の勇気を振るって松松おい、いじゃないか、と声をかけたのだがその怪人物はひと言も発しないで相良重吉のそばをすれ違うと海辺の方へよろよろと歩み去るのであった。 次の日は夜に行って彼が月島の自宅から銭湯に行っての帰りに小橋のたもとからいきなり飛び出してきた相良重吉は思った松井田は気が変になっているに違いないとそれにしてはあまりに穏やかな行動だった彼の目の前にずかずか現れて君を悪がらせる他は またその次の日からは相良重吉の家の周りに現れるようになったいよいよ気味が悪くなったので妻にこんな人物を見かけなかったかと聞いたが妻は知らぬと答えたお手伝いさんや娘の真由美子も知らぬと言った松井田を見るのは相良自身だけらしいゆうべは寝室のカーテンの影からのぞき込んでいた いやらしい頬の傷跡をわわざと見せつけたように思われた。相良十吉はこの頃になって自分の生命が松井田に脅されているのを感じないわけにはいかなかった彼の懐に忍ばせた担当にはすでに松風号の操縦士風間真南斗の父親が染みついているのではなかろうか松井田が生きているとすれば 風間操縦士は生きているのか風間と自分とは事に深い友人だった松風号の行方不明になった時もあのくらいぼうを探し回ったほどだった松井だがたとえ気が変になっているとしてもせめて風間学んどの消息だけでも何とかして知りたいものである」と 相良はのべたてた私も聞いてみたじゃあなぜ彼の腕を取ってあなたのおうちへ連れ込まないのですかあいつはバカ力を持っていますキャッツの腕に触ることができてもそれこそ工場のベルトに触れでもしたかのように嫌というほどはね返されるばかりです関係の手を借りてはどうです それも考えないじゃありません。が先生あの有名な事件の人物が20年後の今日発見されたことが分かったが最後かわいそうな松井田は警官と新聞記者とに殺到されてあの男の頭はどこまで変になるか知れないのですせっかく分かるべき松風号の消息までもが耐えてしまうのは 惜しいいと思います今は私どもの手でできるだけの事実を調べた上松井田の精神状態が回復してから先生に真相の発表をしていただいても遅くはないでしょう。ごもっともですところで風間さんの遺族は今どうしていられますかね相良重吉はこの間にハッと表情を暗くしたようであった。 実はそれも一つ困っている点なのですご承知かもしれませんがあの事件からずっと風間夫人すまこといいますそれを私が引き取って世話をしていますただいまは戸籍面も私の妻になっていますしまゆみという二十歳になる娘もあるようなわけですなるほど かざまが生きていたら、はなはだこと面倒になるわけですな。そのことについては、私はもう決心をしています。だが、かざまは生きていましょうかスマホにはまだ何事も話をしていないのです。よく調べてみましょう。それからもう一つ伺いたいのです。あなたは、 松風号の音の部分をご設計でしたかプロペラです。と重吉は吐き出すように答えたプロペラの試験は一番調子が良いと褒められたくらいです。あの設計は丸1年かかりました。それでただいまのお仕事は今は 航空研究所の依頼品を監督してて組み立て中です。何者であるかはちょっと申し上げられませんが航空機であることは確かです私の聞きたいことは終わった相良は松風号の行方不明に関する切り抜き記事帳を参考までにと言って私に差し出したが私は書棚の奥からそれの3倍もある 剛事件参考帽を見せてそれを断った相良はちょっと嫌な顔をしたではいつご返事願いましょうか明晩までに私は驚く相良を尻目にかけてきっぱり言った当日お電話しますからどこへもお出かけないように 相良が心配そうな顔をして部屋を出て行くと入れ違いに羊の矢口が姿を現したネガジさんからお電話です。私は電話室の中に飛び込んだ遠視電話のスクリーンには部下の根勝の待ちくたびれた顔があった私らは独身術で容断を片付けた「場所。 矢口、私はこの古風な乗り物に揺られながら推理を進めていくのが好きだった中央天文台へ私は上機嫌で命じた中央天文台まではここからたっぷり2時間はかかるのであった翌日は相良重吉に報告を約束した日だった その朝も私は例のごとく10時に起きて23の放客に接した正午を過ぎると研究室に入って夕方までデスクワークを続けたそこへ中央天文台にやってあるレガジハヤスが1枚の天文写真を持って入ってきたその写真は私の気に入らなかった今度は相良重吉を遠視電話で呼び出すと彼に 6時頃新宿の十字路街で私の自動車を待っていてくれるように伝えた彼の顔色は前日に増して悪かったそのくせ一層大きくなったように見えるちばしった両岸をくわっと見開いて私の方を凝視しているのだった私の顔つきから何事かを読み取ろうというような風だったまもなく私とネガジとは 目白の坂を下りて早稲田の方へ走る自動車の中にあった山吹の里公園の小倉井茂みの中に入った時思いがけなくドカンという銃声とともにウィンドウグラスが粉ミジに砕け散った私は有無と左腕を押さえたとっさに自動車はヘッドライトとともに右へ急角度に曲がった。 ヘッドライトに浮かび上がった人影があった逃げるかと思いのほかひらりと運転台につかまったネガジが横手のドアをいち早く開いて体を車外に乗り出すと快感はなおも23発打ち出した構わずスピードを出そうとする運転手にストップだと命令したでも車体はなお半丁ほど前進した 社外へ出てみると後方にネガジと開館との乱闘しているらしい姿を認めた駆けつける途中に一方が倒れたと思う間もなく正面から大きい体がぶつかってきて私はもう少しで胸板を打ち壊されるところであった敵だ不運にも私の背後から駆け出してきた運転手が一撃のもとに倒された いはなかなかかの「うはるにににたた。みををををしきらとと、三度目には身を沈め下から相手ののけげたーむ」と恐ろしいうなり声がして私の目の前に大きな体がどさりとぶったおれた。 やっと起き上がってきたネガジと運転手とが半ば決まり悪げに快感をぐるぐる巻きに縛った先生おけがはしてこいつは何やつでしょうわからないなともあれ約束の時間が来る運転手お前はこいつを連れて事務所へ帰れわしとネガジとは公園を出たところでタクシーを呼ぶからお客様は に扱うにんだぞ。そう言いつけて車を返すと私たち2人は大急ぎで公園を駆け抜けていった先生あいつは昨日お話の松井田じゃありませんか松井田にしちゃ年が若いまだ2526の小僧だったぞえそうですかいねがじは走りながら苦笑いをしているらしかった。

ちょっと見ては結婚を発見しえないように整えることができた十字路で約束どおり相良十吉を拾い上げるようにして車内へ入れると運転手に命じて明かりを消させ休息力を出させた行く手は烏山の中央天文台暗闇の中に夜光時計は7時20分前を示す いはのる月に恵まれるはずだがそれはもうあと5分間後のことそして30分ほどちらりちらりと月の顔を見ることができたと思うとあとはまた元のように密雲に覆われてしまうはずである月が顔を出している30分の間に私は仕事をやらなければならないタキシーの運転手は 探偵証を見せたからは必死にスピードを上げている。果たして、5分後に月が出た。あと10分すると、前方にあたってカラス山の天文台の丸いドームが、月光の下に白く浮かび出た。天を増するような無線装置のポールが4本。くっきりと目の前にそびえ立っているのであった。 おお、これは天文台だと相良が低く叫んだ私たちは黙っていた自動車が庁舎の前の緩い勾配を一気に駆け上がるとネガジが第一番に広場のザリの上に降り立った入り口にピタリと体をつけていたがやがて大きな鉄壁が地鳴りのような快音とともに 静かに左右へ開いた私たち3人は滑るようにしてうちへ駆け込んだ天文台のドームの中に入っただけで気が変になるような気がすると言った人がある全くドームの中の危機人に迫るものすさまじさはドームへ入ったことのある者の,のみが知りあたうところの実感だ。 そこには恐ろしく背の高い半球状の天井がある。天井の壁もネズミ色に塗りつぶされている。200錠時器もあろうかと思われる円形の土間の中央には、機械なプリズム型をした大望遠鏡が、斜めに天の一角を睨んでいる。傍らのハンドルを回すとカラカラと音がして、 休憩の天井が徐々に左右へ割れ月光が魔法使いの眼光でもあるかのように鋭く差し込む今一つのハンドルを回すと豪合たる音響とともにこの大きな半球型の天井が徐々に回り始めるのだった先生あと5分しかありません襲撃事件で我らは 貴重なる時間を空費しすぎたそれでは相良さんご依頼の件のご報告をいたします口で申し上げるよりも根ガジ研究員のお指図ど通りにやってくださるのがいいと思いますじゃ根ガジ君順序通りにやってください先ほどから相良重吉はわなわなと震えているのだった彼は いととを呼び戻そうたををびそにちり、顎を撫でているのだった相良重吉は恐る恐る前へ出て大望遠鏡の主体についた小さい副望遠鏡をのぞき込むのであった。 では、今度はこちらを。少し倍率が大きくなりました。カルレーム山脈が少し大きく見えるでしょう。それはさらに、こちらの方をご覧になると、もっと大きくなります。それではいよいよ、メーの望遠鏡です。カルレーム山脈第一の後方、ウルムナリ三点が見えるでしょう。こんなに大きく見える望遠鏡を持っているのは、 この中央天文台だけです有名なウィルスン天文台の一番大きい望遠鏡でもこの千分の一しか出ません相良重吉は望遠鏡に吸い付いたようになっていた月が隠れるまでにもうあと二分弱こちらにクランプがありますこれをねじると、 ピントが月の表面からだんだんと地球の方へ近寄ってきます。隕石が飛んでるのが見えるでしょう。これで2000キロメートルだけ近くなりました。この調子で変えていきますよ。見えますか？さて、気をつけてください。左下の部分に現れてくるものに、キャーっと。 たまぎる悲鳴が起こった死人の胸のようなドームの壁体がゆらゆらと振動してうわんうわんうわんと奇怪なうなり音がそれに応じたようであった支えるいとまもなく相良重吉は気を失って後ろにどうと倒れてしまった私はすぐさま目をレンズにつけたが惜しむや数秒の違いで かねて計算どおりに襲いきた密雲で視野はすっかり閉じられてしまったとうとうあれを見たのですよネガじが低くささやいた相良の体を起こしてウイスキーを飲ませたり名を呼んでみたりした5分ほどして彼はうっすら目を開いたがひどく元気がなかった 松井聞き取れにくいほど低い声でこう相良はうなった私はポケットから長書を取り出すと彼の耳のところでしっかりした語彫を選んで読み聞かせてやった「松井田は世人を欺いていた確かに生きているだがそれには無理ならぬ事情もあるのだ」 風間操縦士が一周忌の運用効率上松井田の劇を突如命じたそれは広島近くの出来事だった月影さえない真っ暗闇の中だった松井田はしばらく風間と葬論したこの飛行を成功させるという点においてまた風間の解くところの最大効率発揮のため 急角度にに航空へ登るにも。また飛行機のバランス復旧を図る上においても搭乗者が1人減ることが大変好ましいこともうなずけたいろいろ前々からの事情もあって出発の時には松井田の同乗を断れなかったでともかくもここで降りてほしい。成功した上は、 後で君に説明をつける。失敗しても一定事実のあとで君が釈明してくれればよいではないか落下山は用意してある急いで降りてくれとのことだったそれで困る事情もあったが風間への恩義と友情とそれから真理のためその恋を聞き入れねばならなかった。 そこで最後の握手をすると松風邪号からひらりと飛び降りた落下山はうまく開いた1時間余りかかって降りたところは島根県のある赤羽山の頂だった彼は少量の携帯食料に飢えをしのいでいたが襲い来た山上の寒気に我慢ができなかった仕方なく 落下山を少しずつ破っては燃料にした松井田の姿はやがてこっそり麓村に現れたそれから間もなく一周忌の叱責も知った彼は名乗って出るべきでありながら一向それをしようとはしなかった松井田はごく若い青年時代にある事情から 殺人罪を犯している身の上だった今名乗って出れば松風号の叱責について何から何までうさんくさく調べられることが分かっていた彼は自分の身の上までの露見を恐れたのだそれからというものは彼はずっと島根県にブラブラしていたそれがこのごろ東京へ出てきたのには訳がある 彼は一つの疑問を持っていたここまで私がしゃべり続けるといきなり相らが金切り声を上げて叫んだことであるあとは分かったいや何もかも分かったです松井田が現れたら彼に言ってくださいお前は、 大馬鹿者だとななおも相良は口の中でブツブツつぶやいていた自動車が3人を乗せて新宿まで来た時私は1人よりネガ陰に相良を自宅まで送り届けるように命じたのであった新宿街のペイブメントにはさすがの遊歩者の姿も見当たらず夜は 痛くもう老けていた次の日の朝であった例によって私は午前10時に目を覚ました窓を開いてみると珍しく快晴だったベルを鳴らすと執事の矢口とガチが,が入ってきた先生あの若造はどうしましょう先生の傷はどうですか とネガチが訪れた。私は左腕を少し曲げてみたが、針で刺すような頭痛に突き当たった。ユメ、あれから手術をやってもらったので、もう心配はない。それからあの若先生だが、もう三十分もしたらこっちへ来てもらうのだな。ユメ、佐倉氏はどうした？あの男は今朝も例の通り会社へ出かけて行きましたよ。 青い顔はしていましたが不思議に元気でしたよゆうべの様子じゃ自殺するかなと思いましたがけさのあんばいじゃ相良十吉少々気が変なようですね何か手に持っていたか近頃になく持ち物が多いようでしたよ手提げかばんに小さい包みが2つここで私は黙り込んだふと目を上げると 寝が,ちが常になく難しいお持ちをしていたそして急に私を呼びかけたのである先生今度の事件ばかりは僕にちっとも内容がつかめないのですがな先生は僕を半年前から中央天文台に祭り上げてしまいました先生の教えてくだすった天文機械学の要点は割合にうまく飲み込めて 大長や主任からも別に怪しまれずにいます相良氏が舞台へ現れてきていよいよ事件は白熱化したと思いました私は一生懸命で天文台の職文を守りまた先生のご命令に弁じています随分妙な口説き方ですがこれも今度の事件が私にちっとも飲み込めないことなんです先生 一体相良氏は悪人ですか。それとも同情すべき善人なのでしょうかそれから私はまだ松井田に出会わないのですしかし先生は松井田の告白書をお持ちのようです先生は松井田の居所を突き止めていらっしゃるのですか私は微笑をもって静かに言った案外簡単な事件なんだよねしく君。 何をおいてもあの若先生に伺ってみるのが一番面白かろうよじゃあ連れてきたまえその時矢口が放脚のあるのを告げた相良真由美子根勝が,が部屋を出て行くと入れ違いに真由美子が入ってきた帽子からスカートまで白ずくめの服装をしていたただコートの折り返しだけが目が痛くなるようだ 紫のロードだった。蒸気した方と不安らしく潜めた眉と決心しているらしい下唇ビルトが私の目に鋭じたのであった栗とさんでいらっしゃいますか私に軽く首を下げたそれでは川端をご存じのはずです何もおっしゃらずに返してください私はとっさに彼女の言葉を了解した それで私は聞いた川俣とあなたとのご関係は父の助手で私のためには未来の夫なのでございますうーむと私は心の中でうなったのである相良の家庭は調べたが助手までは考えていなかったゆうべの襲撃の意味もようやく分かりかけたように思った 私はずかずかと部屋の一隅に進み寄るとドアのハンドルを回した猛然と昨夜の若者は室内に踊り出た真由美子の姿を見るといきなり走り寄って私から遠くへ身をもってかばったお嬢さんこやつ怪しからぬ偽紳士ですよ探偵なんてどうだか怪しいものだおとといの晩は 私のお預かりしていた金庫を手にかけたやつですそればかりじゃない先生を脅迫しているのもこやつの差し金に違いありません私は何もかも知っているのですこやつを生かしておいては川又と呼ぶ若者は真由美子の方にすり寄って何者かを求めるようであった真由美子は渡したものかどうか躊躇の色が流れている この時、二人が背にしていた入り口のドアが音もなく開いて、ピストルが顔を出した。二人とも手を上げろ命がないぞネガチの声だった。川又と真由美子は、観念して両手を高く差し上げた。見れば、ネガチは真っ赤な顔をしていた。彼の目と唇とは、私に、 毒術で呼びかけていたそれに答えるとネガチの唇は無音ながら高速度に開いたり閉まったり左右へ動いた「よよ私はネガチの語るところの重大事件に思わず驚きの声を発してしまった「お二人さんお気の毒ながらその部屋で少し休憩していてください」 いずれ後ほどお迎えに誰かをよこします1秒を争うので少し荒っぽい方法で失礼ですが出ガちはすかさず2人を川端の入っていた部屋に閉じ込めた一大事私たち2人は屋上に出て格納庫のドアを開くと飛行機を引っ張り出した我らの搭乗機は。 ただちに急角度で上昇を始めたすでに天空にはおびただしき飛行機が入り乱れて飛んでいたどれもこれも言い合わせたように東へ向かって舵を取っていた太陽は中天にカクカクと輝いていた天文台へ我が搭乗機だけが騎手を西南に向けて飛翔する プロペラはものすさまじい悲鳴を上げていたすれ違うごとにほかの飛行機からは赤旗を打ち打って我らの快速力をとがめるのであった先生東に何が見えましたかいや見えない宇宙艇が越中島を飛び出したのは何時何分だった乗り込んでいた中井の電話では 11時33分だそうですもう18分たっている相良が宇宙艇に乗り込んだのは本当だろうね宇宙艇係の特別職工が厳明したのだから間違いないでしょう相良一人が乗り込んで試算をしていたのがどうした拍子にか空へ飛び出したというのです職工は言っています相良さんんが乗り込んでいるうち、 機械が故障になって飛び出したのだとそりゃどちらでもよい会社は騒いでいるかそりゃ大変なものだそうです今まで秘密も秘密大秘密にしてあった宇宙艇の建造のことですからね会社の建造方針や相良技師長苦心の設計事情について直ちにステーメント発表の文案を起草中だそうですそうか 実は夕べも会社へ忍び込んだのだがあの中まではとうとう入れなかったのだ宇宙帝とまでは気がつかなかった相良氏はどこへ行くつもりなのでしょう会社では火星航路を開くためだったと言っていますがそいつは今少し経ってみないとちょっとわからないネ、ね、ガジ今日は決してピストルを手放しちゃならぬぞ 2人はまだ何事も起こらぬような静かな天文台へこっそり忍び入ることができた同時に事務所の矢口を呼び出して部下の総動員を命じたもう15分もすればこの天文台は私の部下によって完全に占領されるであろう根勝は早速世界唯一の天文望遠鏡にトカゲのごとくへばりついて調整に努力した 間もなく国道と空とから私の部下は天文台さして集まってきたその中には真由美子と川俣女子とを護送してきた矢口も混じっていた天文台は苦もなく占領され大院一同はお気の毒ながら一時地下室に入ってもらった外部から天文台への通信に対しては矢口にうまくごまかすことを命じた と川又とは隣室に入ってもらう入りました先生20分ばかりして根勝が,が叫んだことである私は踊る心を抑えて望遠鏡の対岸レンズに目を押し付けた眼前に浮かびいずる直径5 0センチばかりの白煙の中に映り出されたるは飛び色の円筒であった よよくよく見ればそれは後ろへかすかなガス帯を吹き出している急速度で進行している証拠は少しずつピントが外れてくるのでわかるお宇宙艇8 0 0 0トル。ネガジが叫んだクランプを回してみると宇宙艇のビブに明らかにそれと読み取れる日の丸の旗印と 相良のしののーたはと計算を始める。相良の乗った宇宙艇の進路はだいたい火星に向けられていることが行革と方位と速度から分かっただがそれにはなお少しの疑問がないでもなかった相良はいつただいまの状態を自由に変えるか こちらの方からは到底知れなかったし6時頃その行く手に現れる十五夜の月の影響が一体どうであろうかを考えたのである夕方になった私たちは宇宙艇の行方をじっと見つめていた天文台の内外は少しずつ騒がしくなってきた付近の青年団などがやってきて 私の部下と懸命に争っているのであろうこの調子では根勝か私かが彼らに当たらねば持ちきれないかもしれないと思った先生宇宙艇の進路が変わってきます私は大急ぎで望遠鏡をのぞいたなるほど少し左へ傾きかけた月の軌道より外へ出ているのか そうです。まさに1万 km 外方です外の騒ぎは少しずつ激しくなった月はだいぶん高く登ってきた私は真由美子と川又とを隣室から連れてこさせた2人は心配そうな表情を浮かべていたが大変おとなしくなっていた私は彼らに呼びかけた お聞きなさい。私は何やら感激に胸を震わせたお聞きなさいこれからお聞かせしたりお見せしたりするものはあなた方にかなり勇気を要求いたしますまず第一にまゆみさんあなたの本当のお父様は無着陸世界一周飛行を観光した操縦士風間マナンド氏です 詳しいことは言っていられないがここに風間氏の手記がありこれからお家へお帰りになってお母様にお聞きになってもそれに違いなかったのだとおっしゃるでしょう今までお父様だと思っていた相良十吉氏はあなたたちには良い人でしたがある恐ろしい反面の所有者でしたこのことの一部は川俣さんもご存じのはずです 恐ろしい反面そうですあなたのお父様である風間氏は相良氏に殺されたのですいやそれは全く本当なのですその時隣室にガラガラと壁体の崩れる音がした若き二人は目を見張って愛い抱いたどうしたのですあの物音は 私はもうこれまでだと思った。長吉君、私の命令は守ってくれるのだ。君の顔を変えるために、私はいいものを貸してやるぞ。私は自分の白髪頭を両手でつかむと、すっぽり帽子のように脱いだ。次に耳の下から連なる頬ひげと口ひげとを取った。 お,おあなたは3人の男女は声を震わせて叫んだ栗と利休実は松井田素人じゃ根勝君これをつけてすぐ防御に立てあと30分だ根勝は目と鼻とをすすり上げて室外へ飛び出した相良氏は 松風号のプロペラ設計にあたって恐ろしい仕掛けを作ったのですそれはこの地上で試験しては何一つ欠陥のないプロペラですしかし1万メートル以上の航空では気圧の低下によってある恐ろしい振動が現れることになっていたのですその回振動は1秒間30万回の 超課長周波です。耳にも聞こえない振動なのですこの回振動こそは今から23年前にジョン・ホプキンス大学のウッド博士が発明した殺人音波の変形応用なのですここに相良氏のプロペラ設計書類がありますウッド博士の公式が巧みに使われていますこれは、 昨夜川又さんが私どもの事務所にお泊まりの時例の金庫から頂戴したのですこの殺人音波に気がついたのはずっと後のことですが最初に疑いを生じたのは風間さんと私とが箱根の上を飛ぶ時5 0 0 0ルの高度に登ったのですその時実に嫌な気持ちに襲われました もっと高度の高いところを飛ぼうものならひとたまりもなかったのでしょうこのことは風間くんにはっきり分かっていたのかどうか存じませんしかし風間くんがある覚悟を持っていたことは本当です言わずと知れたことですが相良氏は風間夫人である須磨子さんに不倫な恋心を持っていたのです それを風間くんは知っていたのですだがそのころゆみさんがお母様の体内にぽっちり宿っていたことについては風間くんは知らなかったのです先にお渡ししたのは関係者4人の血液型報告で事実は明瞭に出ていますさて風間氏はこの無着陸飛行を達するには できるだけ航空に登って飛行機の速力を出すつもりだったのですそして佐良氏の作った罠にうまくかかってしまいました松風邪号は風間氏の意外を乗せたままなおも航空を続けたのですその行方は地球上のどこにも発見せられなかったようでした松風邪号はどういうわけだか 地球を離れて月の引力圏内にまで入って行きました燃料はもうすっかりなくなっていましたがあとは月に引かれて月の周りを惑星のようにぐるぐる回り続けているのです私の命令でこの天文台に働いたネガチ君はとうとう今から1週間前にそれを発見したのです 私は相良氏に松風邪王が空間に夢のごとく浮遊しているのを見せて失神させたことも話したその結果相良氏がかねて研究中の宇宙艇に飛び乗って火星へ発足した決死的冒険をも話して聞かせた二人は蒼白の顔を私の方へもたげたままイチゴも発しはしなかったおや 私は低く叫んだ。左へコースを曲げたと思った宇宙艇は今では思いがけなく右へ進んでいるではないか月はすでに宇宙艇をやや右に通り越しているところだった左へ曲がるも右へ曲がるも必要月の引力を受けていたのだ恋か偶然か宇宙艇は ついに火星へ飛ぶべき進路をまたげられてしまった宇宙艇の潜伏には太陽の光が届いているので飛び色の船体がくっきり浮かび出ていたその時望遠鏡の丸い視界のうちに左端からしずしずと動き出たものがあった銀色に光る小さい、T、の字。おおそれは紛れもない。 松風,号だった松風号は宇宙艇のすぐ後ろに続いてこれを静かに追っているかのように見えた追うも追われるもこれともに死体に操られる付箋である私が企てた復旧を待つまでもなく今天外に逃れてた相良重吉であったが風間マランドの執念はいまだにくつることなく か,の人の上にかかかのの人上にっているようだ。「二つの付箋の行方間近にそびえ立つは光稜として死の国の城壁かと思われる月印の地表である生産限りなき空中噴墓おおこの機械極まりなき光景を望んで気が変にならないでいられるものがあり得ようか私は。 真由美子とその愛人に望遠鏡を譲ることさえ忘れてその場に立ち尽くしていたのであるご視聴ありがとうございました。運の十座作の他の作品はこのようなものを朗読しております。また 最新の朗読動画はこちらです。どうぞ、合わせてご視聴ください。